とあれですかね、うん、アクセントでいいですね。髪飾り、髪飾りがついてますね。髪飾り、何ほら髪飾り、もみじ、え、どこに、どこ、ほら、いらない、おばさんにもみじはいらない。親しみやすい人柄で客の心をつかむ予約の取れない名物タクシードライバー宮本智子。こっちの方ははっきり言うて外国の方が少ない。本当に宮本さんに連れてきてもらうと、なんて人がね、いない、わらわらしてない静かなホテルを巡れるからいいよね。ケッティさん、3人よろしい、チーズ。ドライバー歴26年の経験から得た豊富な知識と話術で客をもてなす。そうそう、よかった、都会連れてきてもうて、うん、あー、よかった、ほら、ここへ来て。二条城は絶対来たかったけど。秋の京都、知られざる名所にご案内。虹が綺麗に見えてる。秋の京都を知り尽くした名物タクシードライバー、オーダーメイドの観光プランの裏側を覗き見、覗き見。あ、出てこられ、出てこられ。あ、おはようございます、おはようございます。この日は山口県から来た黒岩さんご夫婦。結婚40年の記念旅行で初めて京都を訪れた。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。利用した友人からいい評判を聞きつけて予約してくれたみたいだけど、そうです、グランドにしたいなと思います。はい、で、まあ、一応心がけてるのはお客様があまり、緊張しないような話し方とかそういうなんで行かせていただきたいなと思います。今テレビでから日本でところとか観光地とかなんかいろいろクイズ番組で出よるでしょ今、はい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 、あれでからね、あ、あそこ行ってみたい、ここ行ってみたいってからようあるんですよね、あれが、うんうんうん、で、あとほらテレビでよう放送されたらね、旅番組、そう行ってみたいなっていうね、うん。京都には訪れたい神社仏閣が多く、一日でできるだけたくさん回りたいという夫克美さん。その希望を叶えるべく、清水寺や金閣寺、点在する名所6箇所を8時間で効率よく巡るコースを作成。最初に訪れたのは東寺、創建から1200年の歴史あるお寺。釘は入ってると思うんですよ。これ釘隠しですから、こうポチポチ出てるの。釘隠しのとこ見ていただくと、ハート型になって模様が入ってるんですよ。イノメって言うんですよ。イノシシの目と書いて。はいはいはい。だから、皆さんハートっていうのはトランプとかあんなんで覚えてはりますけど、昔からあるデザインなんです、今日日本は。歴史好きには嬉しい豆知識を披露。さらに、それとね、ここがまあちょっとした写真スポットね、五重の塔が逆さに映る。もうちょっと下降りてください。もう一段下。はい。綺麗に撮れるアングルまで熟知しているのね。その後一行は二条城へ。重要文化財の東大手門で写真撮影。あー、よかった、ほらここへ来て。え、念願でしたか。いや、二条城は絶対来たかったけ。念願の京都で充実した一日を過ごせたようね。旅の最後にサプライズが。40周年記念とちりめん山椒で、これ奥様のハンカチもらって帰って、これで美味しいちりめん山椒やった。実はこのちりめん山椒、宮本がドライバーを始める前からこよなく愛する一品。旅から帰った後も
京都の味を楽しんでほしいとお土産として渡すようになったんだって。おもてなしの詰まった旅、楽しんでくれた？まあまあいい思い出になりましたね、はい、もうすごくフレンドリーにこうお話できるし、すごく良かったです。安心感があるっていうか、はい、40周年でそうこういう旅行行かれるいうのは仲がいいご夫婦だなと思ってます。うん、いいな。宮本がタクシードライバーの仕事を始めたのは47歳の時。きっかけは娘の進学だった。娘が大学を行くので、私学の大学ですね。でまあパートだけではちょっと無理っていうので、もともと車が好きだったので、まあタクシーがいいかなと思って、趣味が高じて始めた仕事。お客さんの喜ぶ顔を見るたびにやりがいを感じるようになった。常連も増え、気づけばいつしか予約の取れないドライバーに。すっかり転職ね。来ていただいてお客さんが一番喜んでいただける、楽しんで帰っていただけるっていうのが一番の力になります。この日は横浜から来た常連客の男性。宮本の人柄に惚れ込み、今回で12回目の指名なんだって。最初今日は、うん、旅は一回も行かれたことのない西の方に行く。いいですね、うん、行き先は毎回宮本のお任せ。今回は行楽シーズンの人混みを避けてゆっくり観光できる穴場を選んだんだって。今日19度あるやん、薄いやん。あー、そうやね、うん、寒いで、うん、1198年に建てられた光明寺。外国からのインバウンド客にまだ知られていない静かなお寺。紅葉時期の特別入山に合わせて訪れたけれど、おまだ早いな、まだまだ早い、もみじもね、まだまだ、だいたいこの右が綺麗になるんですけど、まだやな。あ、素敵な、でもこれ真っ赤になったらいいね、うん、本当は色づいてるんですよ。今年は猛暑の影響で例年より色づきが遅れているみたい。見ごろになると辺り一面がオレンジ色に染まるんだって。続いては徳川五代将軍綱吉の母慶祥院ゆかりのお寺、吉峰寺へ。寺を囲む山が4色に色づき始めていた。秋の京都をちょっぴり味わえたかな。虹が綺麗に見えてる。自然に翻弄されたけど、幸運の虹に出会えてよかったわね。実は常連客の千葉さん、過去に宮本の案内で素敵な出会いがあった、普段は横浜で日本酒を扱う料理店を営んでおり、お店で使う杯を求めていた。1年前、宮本に勧められた陶器店で店主と意気投合したんだって。ゲストもいらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。宮本さんがあとでお連れいただいたから、こういうきっかけを作っていただいたんでね、はい、私のご縁です。これまで3度杯やお皿を作ってもらった。今回もまた特注の杯を注文したんだって。ちょっとあの注文をいただいてたので、のここの薄さ、厚み、あとここの高台の高さ、ちょうどだからこうポッと取った時にこう、あとその内容量、お酒を入れた時の内容量のね、
合わせていただいてお作りいただいたんですよ、うん、パーフェクトです。いやいやいや嬉しいです。注文をきっかけに2人の仲も深まったそうで、まあ、最初第一印象、まあ、言ってたんですけれども怖かったんですよ見た目がもう今はそうやってもうお酒も飲んだことがありますし、一緒に温泉も入ってますので、もうなんか半分友達みたいな感じで付き合う気持ちでおります。はい、宮本がもたらした素敵なご縁、末永く続いていきそうね。関西からの常連客のマダム3人組、1年に 3,4 回宮本のタクシーを利用していて、この春には桜を堪能していた。宮本ちゃん食べへん？え？アメちゃん？うん、こっち入れよ、コーヒーやで。はい、行きます。おいておきます。はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。これかもは？車内はいつも大にぎわい、もはや友達のような距離感ね。まずやってきたのは眺望が有名な将軍塚青龍殿。アップ、ゆりこさんアップ撮ってもらう。いやここは舞台や、うん、はちょっと自由にさせてもらうわ。京都市内一望できます。眼下に京都市内を堪能できる大舞台、天気にも恵まれ見晴らしも最高ね。大左大文字の銀閣寺、大きい緑の緑のな、四角い、あれが京都御所。すごい、うんうん、一望に見えるのがね、ここは高いのね。そうそうそう、よかった、高い連れてきてもらって、うん、お昼は3人のために宮本が予約した日本料理のお店へ。健康を気遣う3人のためにヘルシーなおばんざいが人気の店をチョイスと思いきや、やります。はい、ゆりちゃん、ゆりちゃん、いいとこ連れてもらって、あ、幸せ。今日も飲める、しんどなったら飲まれへんけどさ、命の水、うん、これを飲むために途中のお水を飲まれない、アメちゃんだけにされました。そう、もうお父さん、幸せなランチタイムになったようね。お次は紫式部の邸宅跡ロザン寺へ。今紫式部が大河ドラマで描かれていることもあって話題を呼んでいる。衣装着せてもらおう思ったら20キロやって、20キロの衣装着てさ、あのこの袴さ、だから足で蹴りながら歩くってできる？私らに勝手に着せてくれたらシズシズシズと歩くね。ゆりちゃんできるかもしれない。気分はまるで紫式部かしら。秋の京都はどうだった？今日はすごく良かった。いいの選択してるわ、お姉ちゃんみたいな。私らではね、個人的に来られへんようなところへね、そうそうそう、連れて行ってくれはるからね、もうそれはほんまに嬉しいよ、うん、ありがたい。ありがとうございました。人と関わり、はい、末永く続くお付き合い、この仕事はもう最後定年になるまで続けたいなと思っております。楽しい仕事ですので、はい、名物タクシードライバー、今日もおもてなしの心で京都の名所へいざなう。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。